やばい、電池が2個ですが、こんばんは、神玉です。して、なんと9万人突破しました。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとうるさいね。というわけで、チャンネル登録者数がなんと9万人達成しましたので、本日はノンアルビールを買ってきました。久々にノンアルですが口にしたいと思います。ではいただきます。あー、なんかこうやって継ぐのも久々。イエイ。では寒い、でも飲みたい。ノンアルだからあんま感動はないけど、こう見えて今のトレーニング終わりです。いただきます。うん、昨日はですね、優子と2人で2時間、10時半には解散しようっつって2時間語りましたね。優子はすごい仕事をね頑張ってて、すごい一言一言にねすごい影響を受けるというか尊敬できるんだよね。で、なんかもうアビちゃんが妊娠してて、もう優子の周りも私の周りももうさ、結婚して子供産んでなんて普通に当たり前のようにみんな多くいるからさ、今年28じゃん、そろそろさ現実見た方がいいのかなみたいな。仕事優先してたら女の幸せは逃すけど、でも仕事優先することでみたいな、もうその永遠のループで、でお互いの近況報告し合って楽しかった。2時間でね終わりそうにないところを無理やり終わらせてまた会おうっつって解散した。寒すぎて暖房強くないと無理だ。うん、寒い。なんか爪をネイルを久々に落としたの、あの薬局にジェルネイル家で落とせるってやつが売ってたから落としたんだけど、まあ爪が不健康っぽいよね、縦に線入ってるし。でもネイルしてないって超楽。お腹いっぱいだわ。っていうか寒すぎるので終わる。これはお風呂上がりにでも飲もう。簡単ではありますが終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あ、止まってないやん。あら、おい、止まんない、どうした。Thank you.